どうも、つば太郎です。今回は、ちょっと一つ告白をさせていただきたいと思ってます。これなかなか言い出す勇気もきっかけもなかったんですけど、鎮球ね、あの下道いるじゃないですか。僕どうしてもあのキャラのこと好きになれないんですよね。まあ集会のね定例屋だし、放課後にできるし、集会するためには結構必要なやつだったりして、まあ YouTube とか Twitter とかでも、まあ、ネタの意味を含めて、結構もてはやされてるじゃないですか。まあ一つ大きな原因があるんですね。はい、これ僕のね、レベルを100にしてるサーバーの人たちになるんですけど、まあ、見てもらって分かる通り、だいたいステイナイトが好き、まあ、当然のことながら、キャストリアが大好きですと、まあ、そろそろ絆10いきますけど、このキャストリアをね、あの下道キャスターの餌にしたくないんですよね。で、あとそれで言うとフェイトゼロ、うん、あれもめちゃくちゃ好きなんで、このねエルメロイをね食わすのもね好きじゃない。あとは玉物前、これ僕かなり愛着持ってて、このサーバントも大好きなんですけど、まあ、当然これもね玉にしたくないっていうところで、あの鎮球を勝手に僕の中で、あの好きになれないキャラと位置づけてる感はあるんですけど、実況というか、こういう FGO の攻略とか出す時にどうしても鎮球はね避けて通れない道というか、意識しなきゃいけないねサーバントなんですよ。でそこで、この動画を見てくださってる人たち、もしね鎮球のこういうところが使い方としていいとか、あとはこういうクエストダンジョン、うん、行くときに、鎮球使ってますよとか、まあ、例えば種火とかでもいいです。どんなんでもいいので、ちょっとコメント欄におのおの使い方をとか自慢、鎮球自慢書いてくだされば、僕としてもあこれがあったかという使い方ができるので、コメント欄にぜひね、鎮球の使い方書いてみてください。ちなみにアシアドーマンはいるので、こいつをたまにすることは可能です。